そうですね、まあ、あのロンドンというかその時代の話だということで、まあ、こういうちょっとクラシカルな衣装ということで、あの、まあ、普段着ないんで、まあ、どんな役でもそうですけど、すごく楽しみです。世界観が、ああこういう世界観でどういう物語が紡がれていくんだろうなっていうのはすごく今が楽しみです。毎回すごく西田さんがこう熱いメッセージをくれて、あの参加させていただいているので、あのディスグニのその乗組員のみんなもそうですし、そしてその船長の西田さんってやっぱすごく思いがあって、すごくロマンがあってかっこいい人たちなので、うん、なんかそういう人たちにそういう生き様に負けないようなお芝居をしていこうかなっていつも考えています。はい、というわけで、ディスグニサイズという作品が、とうとう始まります。劇場で本当に皆さんの、うん、胸を打つというか、さっきも言いましたけど本当に役者一人一人が、生き様を見せている作品になると思うので、ぜひぜひ初めてディスグニ見る人も、また見たいなと思って来てくれる人も必ず後悔させないような作品にしたいと思います。ぜひぜひ劇場でお待ちしております。